レザービーム、ヤムサメ、パフパフ。このゲームは単純明快、30メートル離れたあの赤い的に球を当てられるかを競うゲームです。使用できる球は1人3球。それでは行ってみよう。名前は野田夏樹です。昨年は1年生、ポジションは外野とファーストをやっています。浅見玲香です。英明高等学校1年生です。向井ひろえです。高校1年生です。ポジションは外野とファーストをやらせてもらってます。未来です。第2学年ピッチャーです。女子硬式野球部主将、久保桃香です。2年生です。ポジションはショートやってます。英明高校女子硬式野球部顧問の田中みどりです。女子プロ野球で4年間プレーをしました。びっくりしました。